初代フィッシャー男爵ジョン・フィッシャー海軍元帥、フィッシャー男爵は、連合王国貴族の男爵位。王立海軍軍人、ジョン・フィッシャー海軍元帥が1909年に、上されたのに始まる。王立海軍軍人、ジョン・アーバス・ノット・フィッシャー海軍元帥は、1904年から1910年に、かけて第一海軍協を務め、土球戦艦や巡洋戦艦、駆逐艦の建造、 石炭から重油への感染燃料の転換を図るといった海軍近代化を推進した。第一次世界大戦が勃発すると、1914年から1915年にかけて再び第一海軍協となり、フォークランド沖海戦の勝利に貢献した。最初の第一海軍協在任時の1909年12月7日の直挙状により、 連合王国貴族ノーフォーク州におけるキルバーストンのフィッシャー男爵に除された。初代男爵の死後、その唯一の男子であるセシル・ババサー・フィッシャーが二大男爵位を継承した。二大男爵の死後は、その唯一の男子であるジョン・ババサー・フィッシャーが三大男爵を継承した。三大男爵の死後はその長男であるパトリック・ババサー、フィッシャーが四大男爵位を継承し、 2016年現在に至っている。ありがとうございます。